久々にやってきました。どうだ、もうなんかすっかり秋の様相、対岸の森はなんか紅葉が始まってます。でも今日はワカサギボートが出てない。なんか釣れてないのかな。なんかワカサギボート見えません。かろうじてあの辺に2艘だけ。でもあれ地元の人かな。地元の人っぽいね。釣れてないのかもしれない。なんかちょっとでも濁ってる？あ、そうでもないか。あ、澄んでるね。光線の加減で濁ってるみたいに見えるだけで澄んでます。岸からのワカサギ釣りはダメだね。じゃあまた一応、まあここまで来たからちょっとカメカメ池でも見て。なんかカメカメ池の入り口のところで今日は鯉のぶっこみ釣りの人がいますね。じゃあちょっとカメカメ池行ってみましょう。カメカメ池も水は澄んでるか。魚は見えない。なんかここのとこね、水が澄んじゃっても魚がね、岸近くになんかいないって感じ。いても食ってこないっていう感じ。それにカメカメ池釣り人はいないって感じ。バサーも誰もいない。さすがに、だって水底が見えてるもんね。魚がいないのが見え見え。これじゃダメだよな。まあね、どうせそんなことだと思いました。もうね、想定内ですよ。ダメだなと思ったんだよ。魚いねえだろうなって。水が澄んでて、でここで今日はだな、仕方がないから練り餌と白刺し持ってきたんで、まあ練り餌のコマセ巻いて練り餌を餌にして何かを釣るか、まあ、追い川が釣れるようなら白刺しで、まあ追い川を狙うと。そんな感じで何かを狙って竿を出してみましょう。おう、ヘラの人が頑張ってる。ヘラブナ釣れるのかな。もうルアーの人もそれなりにいる。あの上流に、上流の水面にいるのはあれはワカサギボート。ああ、そこでワカサギが釣れるんだ。ってことはあの人たちが地元の人だ。っていうことはさっき下流にいたのは天狗岩か。あ、もういない、帰っちゃった。そうだ、下流の釣りボート屋のボートだったんだ。で、こっち上流にいるあれ、あれが地元のワカサギボート。やっぱ地元の人たちはワカサギがどこにいるなんていうのはお見通しと、そういうことですね。で、私はだね、とかこの辺でとにかく練り餌のコマセ巻いて何かを狙ってみましょう。もうこの状況だからね、何が釣りたい、あれが釣りたいなんて言ってらんないから、釣れたものは全てキープしましょう。なんか誰かが私を見ているような、なんかそんな視線感じるんだけど、見てる。あ、おお、久しぶりにやがったよ。なんかが見てると思ったんだよな。お前が俺を見てたのか。分かったよ。じゃあな、万が一釣れたらお前にも少しはお裾分けしてやる。ではコマセを巻いたから、今日は竿はね、バス釣りじゃないから、このね5メーターのファインモード流れ、これでな。なんか向こうではギャラリーがなんかじっとこっちを見てますけど、そんなに見つめられてもな、まだ釣り始めてないんだから、釣れるかどうかも分かんないし、期待しないでくれよな、頼むよ。あわよくば何かを釣ってみせましょう。なんですか、ヘラのヘラなんですけど、私も県探隊のチャンネル見させていただいて。あ、そうですか、どうも。なんか釣れました今日ヘラ。いや、まだ私夜釣り。あ、夜釣りこれから。あ、気合入ってますね今日は。まあでももしよかったらチャンネルで飲んでいただけると。すいません、いただいちゃいました。なんか、いいんですか、すいません。
河口湖の方からちょっと来ました。そうなんですか、はい、あ、いっぱい買ったんで、あ、どうぞ。申し訳ないです。飲んでください。ありがとうございます。いただきました。最初の釣果これです。魚じゃない釣果釣れました。ありがとうございます。頑張ってください、はい、私はまあ夜釣りはちょっとあれかもしれないけど、釣れなかったら半夜釣りになるかもしれないけど、よろしくお願いします。はい、どうも、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。また動画楽しみにしてます。あ、どうもありがとうございます。どうも、あ、どうもありがとうございます。お、なんと今日はギャラリーが、猫のギャラリーと人のギャラリー、視聴者さんのギャラリーからはこれもらってしまった。ありがとうございます。お、なんか今日の釣りは幸先がいいというか、なんというか偶然というかね、こんな釣りではないけどね、あの釣果は。じゃあ最初にな、まずつけるはこの白刺し君。まずはね、白刺しでやってみましょう。ダメなら練りに変えましょう。よしよしよし、これで魚が釣れれば本当に幸先いいとかいう感じになるんだけど、どうかな。じゃあね、当たりが出ない時にはやっぱり練り餌ということで、コマセと同じ練り餌をだね、このちっこく針につけてね、練り餌でいきましょう。こんな感じかな。出ました。当たりが、針が合わなかったけど、うん、やっぱり練り餌の方が当たりが出る。よし、じゃあ頑張って練り餌で何かを釣りましょう。針がちっこいからな、あんまりでっかくつけないで、練り餌をちっこくつけて、どうせ早のちっこいやつか。及川は練り餌だとあんま釣れないんだよね。たまに釣れる時もあるかもしれないからな、こんなで、こんなくらい。よし、そら釣れろ。お、なんかかかった、かかった、かかりました。なんだ、早か、早っぽいな、早っぽいです。早でしょ、早でしょ、ほら、まあ、まあまあの方の早。リス 0.3 だから一応な、玉ですくいますか。ほら来た、まあ20センチぐらいの早です。じゃあ最初の釣果はな、ギャラリーにあげましょうか。私もギャラリーからお酒もらっちゃったからな、今度は回り回って最初にいたギャラリー、ニャゴラのギャラリーに、ほら、割れてきた。さあ、じゃあギャラリーがな、最初の私の釣果お土産に持っていっちゃったから、ちょっと針があのぐらいの早は釣れるな、ちっちゃいなこれな、もう少し大きい袖針に変えましょう。かかった。またなんかがかかった。なんだ。ん？なんですか？なんだなんだなんだ。早か。早っぽいな。今度のはそんなに大きくないか。ん？まあ早だ。ほら。早です。早です。来い、ほら来い。ほら釣れた。ほら。
釣れた、ほら釣れた、ほら、ほら釣れました。さっきのよりもちっこい。あ、また来てる。お前ギャラリー欲しいの。じゃあこれ最後な、これ最後な、これ最後。ほら、大食いのやつだ。俺の持って帰る魚がなくなっちまうからな。もうあれで最後、多分やつもあれでお腹いっぱいになったはず。よっしゃ、それでは今度は私が持ち帰る兆候。持ち帰り釣果釣れました。よしよし、まあまあのサイズ。お、お主、お主、そこで俺のこれを見てんの。お前なあ、おい、これお前大食いなやつだ、欲しいのか。おお、欲しそうな目で見てるな。え、おいお前、え、そんなに見つめるなよお前。じゃあこれ最後な、最後だぞ、分かったな。そら、なんて大食いなやつなんだ本当に。今度は、今度釣れたやつは絶対私が持ち帰ります。なんかひったくるように持ってった。ああ、火星が上がってるな。ピャッてひったくるように持ってったよ。よし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 、早でしょ。でもね、そんなに大きくない。ほら、早だ、そんなに大きくない。それは何ていう魚？これ、ウグイですね。ウグイです。うん、まあ通称早とか言いますけどね。ウグイです。大きいですね。まだでもね、もっとね大きくなるんですよ。ここの水域はこの倍ぐらいにまで。まあこれはまあ普通のサイズですかね、これでね。何匹も釣れてる。いやいや、もうね4匹釣れたけどね、そこにねもう今猫がいたんでね、3匹あげちゃったので、今日ようやくこれ私が持って帰るやつ。焼いて食べたりね、天ぷらにすると美味しいんですよこの魚。今度はなんかいい引きだな、いい引きだ。ほら、なんだこいつ、ガク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 してるぞ。ほら、弓なりね、灰沢で釣るとこれが面白い。でも早でしょ、ガクガクして食べる。濁いか、濁いだ。あー、濁いだ、ガクガクするのは濁いだ。チキショー、チキショーって言っても濁いもうまいんだけどね。なんか大食いのギャラリーまだいるかな。お前、こいつを食らわしてやるか。どうせいるんだろうあいつ、さっき。ほら、いた、いたよお前、やっぱりな。
思った通りだよ。お前にこれをやる、これをな、お前これほら、これでお前もうお腹いっぱいだろ、これほら見ろ、これほらお前これだよ、これ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 ほらな、ほらこれ、じゃあ行くぞ、せーの、空帰りモードだ。おお、なんかすごい早足で持ってった。ずっと道の向こうに消えていきました。もうどっかねぐらがあるんだね、そこに持ってったんだ。じゃあ私はあと1匹か2匹ぐらい釣ったら帰りますか。全然まともなサイズのあたりがなくなっちゃったもんな。とにかく小さいやつはちょぼ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 当たるんだけどね、全然こうまともなサイズ当たらない。ようやくこんな暗くなってから、これでやっと帰れるって感じだよ。どれ何早でしょ、多分早だよ。ほらライトつける、早だ早だ、濁いか、あ早じゃない、農家の死者濁いだ。それでも濁いか、それでも濁いか、お前いいよ、お前でも、俺はお前でも全然いい、よかったよ、これで帰れるよ、ありがとう。はい、それで今回持ち帰った釣果はこの濁い1匹と、はや、いわゆるウグイ、ウグイ1匹です。まだどっちも生きてますね。コイ科の魚は結構強いからね。まあ料理する前にですね、一応締めて血抜きだけはしますか。生で食うわけじゃないんだけどね、一応そうした方が美味しく食べられるでしょうから。じゃあまずはこの目打ちで目と目の間をこう刺して、まあね、脳みそ刺して締めましょう。この辺かな、あほらグッとなった、ピッとこうなって刺して、そしたら調理バサミでエラを切って血抜きしましょうね、切ってこれでこの水の中にしばらく入れときましょう。じゃあこっちの早くも同じように、それでは血が抜けるまでしばらくこのまま水の中に入れておきましょう。うん、もういいかな、だいぶ血が抜けたようですね。じゃあな、この2匹今日はどんな料理にしようかなと思ってな、またまた河原近くのスーパーマーケットに寄ってみたんだよ。そうしたらあったよ、やっぱりあるよ、地元だけのことはあるな。今日見つけた調味料はこれだよ、これ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 、ほら相模川式ホイコー魚よね、なんか濁いが喜んでるよ、これだよな、ホイコー魚だぞ、なんだかわかんないけど、これ作ったのはクックドゥさんでございますね。今日はこれにしてみようと思って、でこの写真見るとなんかこの写真のこの肉って
ていうか、この肉の部分っていうんですかね、これは豚肉みたいに見えるけど、これが魚なのかなって気もするけど、まあその辺はね、深く考えないようにして、とにかく魚とキャベツを炒めたやつが回鍋肉みたいだよ、ね、それで作り方っていうのはこの裏に書いてあるんだ。相模川で釣った魚、相模湖、島田湖を含むって書いてある、ね、あそこは一応相模湖の上流域で島田湖とも言うんだよね。でも一応相模川だからね、相模川の中流域にある相模ダムでできたダム湖だから、ダム湖の相模湖のその上流域の島田湖ってこういうことだからな。それで用意するもの、長ネギっていうのもあるけど、まあこれ長ネギないんでね、今回は割愛で、釣った魚は5センチの長さに切るって書いてある。5センチの長さ、これ見るとほら5センチの長さ、写真はなんか濁いみたいな気もするね。ほいで魚、長ネギを炒め、くくずを加えるって書いてあるけど、まあ長ネギないから長ネギ割愛ね。で最後にキャベツを入れるのか、そうか、最初にキャベツを炒めてからどけとくんだね、そんな感じで。でもまあこの辺の手順はね、適当でいいなって感じ。じゃあな、早速作っていくんだけど、この魚以外にやっぱりキャベツがなきゃいけねえだろ。でキャベツはね、うちにはあったんだよ、あるんですよ、キャベツ。これこれですよ、これね、キャベツでしょ。でもこれよく見ると裏をダーンってくるやつ、うわー、ヤレのキャベツだ。なんだよ、ヤレのキャベツ、うちにはこんなヤレの野菜が多いね。ヤレになっちゃうところだったけど、今回はこいつを釣ったから回鍋肉にするから、ヤレになる前に使うことになります。よかったね。それとこの回鍋肉見るとね、こう中辛なんだよね。私は大辛が好きなんで、これ長ネギの代わりに今回はこの黄色いプチプチ、これは激辛唐辛子のピメンタデシェーロです。これをな、こんだけ7個入れてしまいましょう。これは当家で栽培しているものです。でな、まだあるんだよ、紹介しなきゃいけないものが。これスーパーマーケットの地場野菜売り場っていうのがあって、そこにまた寄っちゃったらね、レアな野菜見つけちゃったよ。レアなっていうか珍しいっていうか、私が知らないだけなのかもしれないけど、これほら大根だぞ、真っ赤だぞ、真っ赤な大根。それもあのちっこいやつならさ知ってるけどさ、こんなでっかいんだよ、ほらでかいんだよ、これほらでかいんだよ、真っ赤ね。こっちはなんか紫色、これも私は初めて見るけど、こういうのあんのみたいな、なんかさつまいもみたい、でっかいよ、でもね、でっかい、ほらね。でこれ作ったのはというと、あ、岡部純子さんだ。知ってますよ、岡部純子さん、いつもなんか珍しい野菜作ってる人ね、顔は知らないけど。 JD19 歳って書いてある、19歳なんだ。 JD って何の記号だかよくわかんないんだけど、 JD らしいよ。それでこの真っ赤な大根の名前だろうね、これね、紅化粧って書いてある。皮は赤で中身は白、甘みが強い大根で、サラダや酢漬けにって書いてある、ね、サラダで食えるんだ、甘みが強いんだ。でこっちの紫色のやつ、これもね、岡部純子さんが作ったんだよ。やっぱほら19歳、 JD、 なんか謎のこの JD という記号が書いてあるけど。でこっちはね、サラダ大根っていうのが名前かな、スライス千切りにしてサラダ、これもサラダで食えるんだ、大根おろし酢の物などに煮物にもって書いてある。サラダで食える大根か、岡部純子さんってほんと珍しい野菜作るのが好きなんだね。ということでな、この大根は回鍋肉を作るのとは関係ないから、今回の動画ではここまで。ということはまたまたただ見せびらかすだけだったんだね。とんでもねえやつだ。まあ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 、そう言わないでね、しょうがない、これはね、じゃあ避けといて、じゃあ回鍋肉作りにかかることにいたしましょう。それではまず手始めに鱗を取り去りましょう。で今回は水の中に入ってるんでね、魚が、だからこのまま水の中で鱗を取ることにしましょう。で水の中でこのように鱗を取ると、鱗がバリバリ跳ね飛ばないで結構ね都合がいいですよ。でもこれができるのは川魚だけです。海の魚でやっちゃうと水っぽくなっちゃうからね。はい、このように鱗がきれいに取れました。そしたら次は頭と内臓を取り去って、三枚おろしにしてあばら骨を取り去るところまでやりましょう。
はい、こんな感じで三枚におろしてあばら骨を取り去るところまでできました。ほら、こんな感じね。ほら、できましたね、こんな感じです。そしてこちらが取り去った頭とか背骨とかあばら骨とか内臓です。こちらは廃棄してしまいます。じゃあこれね、もう皮はねつけたまま使います。そしてここのとこにね、こう血合い骨がついてるんで、まあ、骨切りを兼ねて適当な幅にこう細く切りましょう。まあこんな感じでいいんじゃないでしょうか。それではこれを回鍋魚の材料に使うんですけど、生の魚をそのまま生のまま炒めちゃうとぐちゃぐちゃになっちゃうんですよね。だから身を締めるために片栗粉をまぶしてから油で揚げてみることにしましょう。じゃあまあ片栗粉をまぶすといってもね、まぶすのめんどくさいから、このね適当なこうビニール袋ね、これにまずこの身を全部入れて、そしたらここにこの片栗粉をバーッとダダダダダッと適当に入れて、これで口をこういう風にしてバサバサバサッとすればまぶしたことになるんじゃない。ほらね、ほらほらほら、なったよ、まぶしたことになりました。はい、こんな感じで揚がりました。結構うまそうに揚がりましたよ。これだけ食ってもおつまみで美味しそうでね。片栗粉をつけて揚げると油が跳ねなくて都合がいいんですけどね。ただね、油すごい汚れますよ。一発でダメになります。片栗粉をつけないで揚げてもいいんですけどね、いわゆる素揚げ、素揚げの状態にするとですね、油がバシ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 跳ね飛んで恐ろしいことになるんですよ。まあ片栗粉をつけて揚げても片栗粉をつけないで揚げてもどちらでもいいんですけどね、油が跳ね飛ぶのを取るか、油は跳ね飛ばないけど油が汚れるのを取るか、どっちを取るかですね。それではこのキャベツと唐辛子、これを用意しましょう。まずキャベツの方ね、これはねもうねバリバリとね手でむしりゃいいんじゃないの。こうやってほらね、手でこうバリ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 、こんな感じでほら芯だけ取れた。でこれは捨てましょう。それでこっちのピメンタデシエロ激辛唐辛子、今回はね激辛にしますからね、料理をね。これ中のこのタイザーの部分っていうの、この種の部分ね、種の部分がすごい辛いんですよ。種のついている部分っていうのかな。でこれも使いましょう今回はね。だからこうやってハサミで全部切って、この柄の部分これは捨てましょう。このようにキャベツとピメンタデシェイロが用意できました。魚の方も用意できています。じゃあこいつらをだね、この中華鍋で炒めて回鍋魚に仕上げていくことにいたしましょう。炒めるのに使う油はこれ、当家特製のごま油にてございます。これは近くの山林で取ってきた山椒の実を漬け込んだごま油、これを使ってな炒めていくことにしましょう。それでは剣胆隊の鮮やかな中華鍋さばきをご覧に入れましょう。はい、できました。こちらでございます。おー、本格中華。今日のおつまみも本格中華って感じだよ。これが相模川式回鍋魚か。それでは早速食ってみましょう。これですよ、ほらね、相模川式回鍋魚初めて見るよ。もちろん皆さんも初めてですよね。私が初めて見るぐらいだからね。じゃあな、初めて食ってみます。食ってみましょう。まずはだな、まずはこの魚の方からいこう。魚魚、これほら魚魚、どっちの魚かわかんないけどね、濁いか早か、これ魚いきます。うん、いい感じ。あ、
今日のは辛いぞ。辛い。でもうまい。うん。なんか今日のもね、バクバクいけそう。いきます。うん。このやっぱね、油で揚げてるからね、この血合い骨、血合い骨なんか全然当たらない。うん。うまいよ。うまい。うん、クックドゥさんのおかげっていうのもあるけどね。うん。うまい。うん。うん、じゃあ、キャベツね、キャベツ。うん、キャベツどうかな？ここいきます。うん、うん、ちょうどいい炒め具合。うん、まあ、うん、なんか酒の魚っていうよりもご飯のおかずにもいいかもしれない。うん、うまいよ、うまい。うん、今日のもね、いくらでもいけるけど辛いな、すごい辛い。うん、辛いのがダメな人はダメだな。まあピメンタデシエロ、ピメンタデシエロ入れなきゃいいんだけどね。うん、いってます。うん、うん、うまい、うまい、うん、ほんとね、いくらでも食えるよ、これ。うん、うん、うまい、うん、うまい。揚げてから炒めるっていうこの魚ね、これうまい方法ですよ。うん、いい調理方法、おいしい、すごいおいしい。じゃな、すごいおいしい相模川式ホイコー魚、バク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 食っちまったけど、ここらでお酒といきましょう。お酒とくれば今日は意表ついて赤ワインだぞって。え、赤ワイン、魚料理でしょ。まあ一般的には白ワインっていうことになってんだろうけど、赤ワイン飲んだって悪くはないよね。それにこのワインはですね、今日いただいたものですよ、河原でね。視聴者の方に、あの方、あのヘラ釣りの方、視聴者さんだったんだね。でわざわざなんかいただいちゃったんだよ。自分用に買ったんだと思うんだけど、なんかね、いただいちゃったの。悪いね。ありがとうございます。ありがとうございます。で、これ、この赤い箱ね。これに入ってたんですよ。で、これね、ほら、見ると、適選、適選だな。適選。適選ワインって書いてあるの。適選ワインっていうのは、どういう意味だかよくわかんないんだけど、ここに、樽熟成って書いてあるけど、これはこのワインのブランド名じゃないんだろうね、きっとね。適選ワインっていうのが、ブランド名なんだと思う。なんかこれね、いろいろね、名書いたんだよ、ほら。山梨県産マスカットベリー A 使用とか。だから山梨県のお酒なのね。製造者、山梨町、山梨発酵だ。山梨発酵工業、株式会社。ね。適選ワイン。赤ワインですよ、赤ワイン。それも、これは結構いいワインみたいで、私の苦手とするこのコルクの線みたいな気がする。ということはだよ、このお道具だよ、このお道具、私の苦手なこのお道具でこのコルクの線を開けてみましょう。では作業にかからせていただきます。まずはこのナイフでここのこの封をね、これはビニールか。あ、ビニールだ、よかった。ビニールならすぐ開いたね。そうすると、あ、本格的なコルクだよ、これは。あの、おがくずコルクじゃない。本格的なコルクだ。っていうのは、抜くのが大変っていうことだよ。ね。気合を入れて抜かねば。じゃあ、このナイフをしまって、このスクリューを出して、これを出して、ね。で、これで、こうしてね。で、この原理で、お、お、抜けた。ちょっと抜けた。デコデコっと、ほら。これで引っ張ればいいかな。もう、あとは引っ張れる。引っ張れますか。あ、まだだな。まだよ。こうしてほら、おお抜けたよし、これで、お、取れました。なんとか今回も苦労の末線を抜くことができた。じゃあな、この陶器にあるいっちゃんいいグラスでいただくことにする。それでは、いただきます。こりゃなかなかうまいよ。うまい。飲み口がいいね。なんかね、渋さがね、ほんわか。あまり渋くない。うまい。魚にも赤ワイン。まあ、悪くはないっすよ。ありがとうございます。
そうだ、このワインのラベルはね、いろいろ能書きが書いたんだよ。この書いてあるほらね、気だるに詰めてじっくり穏やかに時が熟成させたミディアムボディの赤ワインですって書いてあるね。ほら後ろにも書いてある、なんか山梨県のマスカットベリー A 種の中でも特に厳選したブドウを原料に丁寧に醸した大切な原酒を気だるに詰めてじっくりと寝かせましたって書いてある。寝かせの検探隊にぴったりのワインでございますね。いやー、それにしてもね、今日はあの猫くんが帰ってから、あれから急にね、大きいっていうか、まあまあのサイズがね、当たりなくなっちゃったんだよね。その代わりに多分ハヤだと思うんだけど、ちっこいハヤの当たりがちょこ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 出て、針がかんねえのなんのって、暗くなるまでずーっとそれでしたからね。それで薄暗くなった時ね、ワカサギも出てきましたね、水面にね。水面近くにもういっぱいもじってました。でもああいうワカサギは釣れないんだよね。で、暗くなってからようやっと濁いだもんな。まああんなもんだよね。でもね、まあこれからのシーズンはあれが普通だからね。まあ練り絵で早、これがこれからのシーズンの河原の釣りになるかもしんないてなわけで、次回は練り絵でもうちょっとマシなサイズの早を狙ってみようと思う。ということでね、今日の動画はこれにて終了です。では次回の川釣り動画で会いましょう。ごきげんよう。